かつてもののけに好かれた二人の男がいました。日本民族学の巨人柳田国男、そして20世紀初頭の世界的な年金学者南方熊楠です。二人の間で交わされた237通にも及ぶ往復書簡は、人変不可思議、地味毛量に関わる論争に満ちていました。二人の手紙のやり取りは明治44年から15年間続きました。もののけとは何か、これが二人の追求してやまない命題でした。小生は目下山男に関する記事を集めおり候、熊野はこの話に満ちたるらしく存ぜおり候。狼は山の神、山の神は狼に候。おしらは東北にて蚕の方言に候。白ければ言うなるべし、これと白馬神との関係も考えられ候。狐が人を騙すという話は日本シナに限らず他の諸国にも多く候。柳田国男、南方熊楠、民族学の礎を築いた二人が日本の闇に潜むもののけに迫ります。古くから黄泉の国と言われた熊野、数千にも及ぶ山々と壮大な原生林が和歌山、三重、奈良の3県にまたがっています。温暖多雨の気候に無数の生命がうごめく森、人里離れた人跡未踏の地でとりわけ強力な霊気を漂わすのがそこにある自然です。南方熊楠は熊野の玄関口にあたる田辺を拠点に専門である年金学の研究を重ねました。20歳にして独学でアメリカ、イギリスへ留学した南方は、ロンドンの大英博物館で年金学を極める中で民族学に出会いました。33歳で帰国した南方は、その後も優れた研究を数多く残しながら民族学の分野にも深く傾倒していきました。南方は熊野の自然の中で研究に奔走しながら、同時に不思議な体験も重ねています。昼夜自分の頭抜け出て家の横がなる牛部屋あたりを飛び回り、ありありと闇夜中にその状況を詳しく見る。就寝中魂が抜け出て夜ごとに宙を舞う幻覚、熊野にあった南方はそうした不思議な感覚にしばしば襲われているのです。熊野では海、山、川といった自然を神として崇めてきました。那智、本宮、新宮の3つの霊場からなる三山信仰が今も息づいています。紀伊半島の南端に近い那智、幅13メートル、高さ133メートルの大滝は霊場那智の原点にあり、滝そのものが神と受け止められました。轟音とともに周囲にしぶきを上げる大滝は、日本人の自然に対する畏怖と憧れを象徴してきました。那智、本宮、新宮、この三山をたどる道の中で、紀伊半島の先端近く陸の孤島と呼ばれたこの那智への道は特に険しく、人の安易な立ち入りを拒んでいました。
限られた修験者たちが歩き刻んだ信仰の道、熊野古道。那智へ至るまで人々はこの道を歩み、3600峰もの山々を越えました。本宮から那智までの雲取越は、那智に至る幾筋もの道の中で特に険しく、12時間もかかる難所と言われています。道をたどる多くの人々が行き倒れたと言われています。この道中ではヒダルというもののけが現れると伝えられています。ヒダルは突然背後から取り付きます。襲われた人は意識が朦朧として歩くことができなくなるといいます。空腹の時に疲れやすく、米を一粒でも食べるとヒダルは沈族と伝えられています。そのため山で働く者は弁当箱に必ず米粒を残していたといいます。研究のため幾度とこの道を歩いた皆方もまたヒダルに取り憑かれたと手記に綴っています。明治34年冬より2年ばかり那智山麓におり、雲取をも歩いたが、いわゆるガキに取り憑かれたことはあり、寒き日など行き疲れて急に脳貧血を起こすので精神呆然として足進まず、一度は仰向けに倒れたが、幸いにも背に負うた大きな植物採集動乱が枕となったので岩に頭を砕くを免れた。険しい道中には亡者の出会いといわれる場所もあります。喘ぎながら歩いてふと前方に目をやると、死んだはずの肉親や知人が歩いてくるという場所です。奥深い山道で人々は疲労も加わり、厳格に襲われたのでしょうか。古道の脇に残された旅籠の跡です。かつてこの道を歩んだ旅人は、宿に灯った明かりをどれほどありがたく感じたことでしょう。和老大師と呼ばれるこの石には、熊野の神々を象徴する古代インドの文字が修験者の手によって刻まれています。道中で行き倒れた人を弔うものでしょうか。ここを通る者に山の神に対する恐れの念を抱かせます。明治44年、熊野を舞台にそこに住まう山岳民族についての研究を表した南方に、柳田国夫から一通の書簡が届きました。小生は目下山男に関する記事を集めおり候。熊野はこの話に満ちたるらしく存ぜおり候。柳田から山男の伝説について尋ねられた南方は、幼い頃から聞かされた妖怪一本だたらを紹介しました。一本だたら形を見ず、一尺ばかりの大なる足跡を遠距離に一足ずつ雪中に記す。一本だたらは30センチほどの巨大な足跡を雪の中に残すという。伝説では足跡が片方しかなく、一本だたらは一つ目一本足の妖怪だと考えられています。熊野の奥深く、紀伊山地の険しい山々が連なる大台ヶ原、この地に妖怪一本だたらが伝わっています。一本だたらは人間の生き血を吸い、霧深い山の中に現れては山を越える人々の命を奪ったそうです。一本だたらのだたらはたたらし、つまり山に住む清鉄民と関係があると柳田は考えました。
麓の村でも一本だたらの正体が鍛冶師であったと言い伝えられています。なぜ鍛冶師なのか、その答えは一つ目、一本足という姿にあるといいます。僕らが、その祀ってる神さん、それは天の真一つの御事と言って、天の目一個の御神さんと書きますからね。だからたたらの神さんは片目であったということは我々もずっと信じてますし、そうであろうと思いますね。鍛冶師は炉の穴から強い炎を見るため常に片目が熱風にさらされ、風を送る冬ごふみも休むことが許されませんでした。熱風にさらされた片目、冬ごで酷使された片足、一本だたらは過酷な労働の産物かもしれません。体が不遇になるほどの重労働であったから、一般の人たちから見るともののけに見えるんでしょうね。それで山の中から出てくるし、普段見ない人たちだしね。男ばかりの鍛冶師たちは時には里におり女を誘拐したそうです。それは神隠しの伝説として残されています。山で砂鉄を取りながらたたらをやってるその集団民族ですか、それはおそらく男ばっかりだったと思うんですよ。そうするとその里のですね、女の子をまあさらってくるということがあったんでしょうね。鍛冶師たちが砂鉄を取るとき流す泥が麓の水田を荒らし、村人との間で激しい対立を生みました。もう一つはその砂鉄を取るために山を砕くんですよ。水をかけてですね、砂を流す。でそこから砂鉄との比重の関係でですね、砂鉄が溜まってくる。でそうすると泥が流れますよ。その泥を下流に流すんですよ。そうすると農耕業者は田んぼをやってる人たちは困るんですよね。それでその辺が絶えずいさかいがあったんでしょうね。鍛冶師を憎んだ村人は二度と冬を踏めないよう捕らえた鍛冶師の片足を打ち落としたといいます。妖怪一本だたらは山の製鉄民と里の農民とが生んだ対立の象徴ともいえます。